こんな痛いこんな感じが欲しいんですよ。はい、こんな感じが痛いです。刺さりますね。じゃあ肩から。はい、お願いします。ここに住みながらやってるんですか。そうです、そうです。いいですよね、自宅だと。そうなんですよ。集客力を考えると、店持ってた方がいいんでしょうけども。あれなんですか、じゃああんまり弱くやってって言われると、はい、やりごたえがなくて嫌なんですか。まあなんでしょうね、こう否定されてるような感じにはなりますよね。ああ、なるほど。あの別に、うんうん、その柔らかくて、自分が、うんうん、あこんなに強くなくてもいいなと思ってる中で、ちょっと弱くって言われる分には、うんうんうん、あんまでしょうねと思いますけども、ガッチガチに固まってても物理的な力必要な場合に、こう痛いから弱くって言われると、まあ効かないけどねって思いますよね。ああ、そっかそっか。はい。でも言われたらそうしますよね。で最終的に効かないって言われて、あ負け戦だなと。ああ。こういうとこってどうですか。うん、気づきます。こんな感じのところを狙ってます。なるほど。やっぱそうですね、なんか万人受けではないですね。嫌な人は嫌なんですよね、その聞く感じというか。そうなんですよね、うん、その中でもちょっとなんかこうピタッとハマる時があるんですよね。はいはいはい、でそのピタッとハマったのがいやまだハマってないんですよ、俺の中で。もう私十分です。なんか そこまでこうピタッと合わさるまで微調整していく、はい、やりたいんだ、はいはい、今 微調整の間だったんですよ、はい、これはね、はい、確かにあの数パーセントの人は、はい、めっちゃ気に入ると思うんですけど、はい、93%の人は、はい、あのなんだろう、ちょっと私には辛いからってなるかもしれないですね、はい、まあそうなんですよね。うん、あのなんだろう、多分丹野さんがすごいこう、はい、絞っていきたいというか、そうなんです、これっていう形があるから、はい、なんかこの妥協点が広くないんですよね。あの本当に狭く狭くいっちゃうんですよ。そうそれがあるから、はい、それは悪いことでは全然ないんですけど、はい、そうなると当然丹野さんのその美意識というか、はい、こうしたいんだよ、これが狙いなんだよっていうところについていけない人は、はい、なんかあの人嫌だなってなっちゃうっていうことなのかなって思いました。あ、こういうとこってどうですか。気持ちいいです。ですよね、はい、でも実際その肩こりきついのってうんこっちなんですよね。あ、なるほど、はい、だから、はい、こっちって割とその、はい、押され慣れてるというか、ね、メジャーじゃないですか、はいはいはい、で押され慣れてるし、うんうんうん、気持ちいい、はいはい、ですけどこっちって超マイナーじゃないですか。そうですね、うんうん、割とでもマイナーだけど、うん、欲しい人って本当にこっちが欲しいんですよね、うん、これが、うん、はいはいはい、で俺これほぐしたいんですよ。なるほどね、はい、はいはいはい、だからなんかこっちも別に悪くないんですけども、はい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 、メインじゃないなみたいな。あーそっか、はい、一般のところでメインになってるやつだけど、はい、はい、そうなんです。俺からしたらこっちはちょっとそんなにもうそのサブなんですよね。サブだなと、はい、なるほどなるほど、だからこっちありきのサブなんですよね。なるほどね、はい、そうかでそういうのが、うん、なんか自分が結局その辛いところがいっぱいあるんで、そのメインとサブがはっきりしてるんですよね。なるほど。で首で言っても、うんうん、なんでしょう、さっきの、うんうん、例えばこっちですよね、うんうん、横側の方、うんうんうん、こっちサブなんですよ、自分には。うん、そうなんですね。こっちがサブで、うんうんうん、メインやっぱりこっちなんですよね。はい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 。あでここだとやっぱりそのうつ伏せで押すときついんで、バランスがねかかりますしね、はいはい、だからここに関しては自分も仰向けで押します。あ、なるほどなるほど、はい、はい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 。であとはそうですね、まあ、この辺ですよね、肩こりといったら、うん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 、この辺、はいはいはい、あと意外とその、うんうんうん、もう本当に極突起のこのキワキワの部分、うんうん、こういうところ、うんうん、
こも結構そのマイナーなんですよね。あ、確かにそれはやらない。痛い。これダメですか。痛い。ダメではないんですけど、はい、辛いです。これ超気持ちいいんですよ。あの好きな人にはね、はい、で自分もこれ大好きなんですけども、 あ、はい、あんまり分かってもらえないところで、あとこう切りつきのこのぶっといライン、これもなんかこの頂点からこっち側からこう、うんうん、こういう角度で押していくよりもこっちから欲しいとかあるんですよね。なんで、うんうん、なんかこっちから、うんうん、こんな角度で狙っ、まあ、うんうん、この辺ちょっと分かりやすいんで、うんうんうん、こっちでありますけども、うんうんうん、これ、うんうんうん、どうですか。今な感じは全然ないですね。でもその、はい、なんでしょう、硬い人って、うん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 、こっちから欲しいんですよね、この角度で、うんうんうん、でやると、うんうんうん、こんな痛い。こんな感じが欲しいんですよ。はい、こんな感じが痛いです。刺さりますね。これもう本当に泣いて喜びますよ。だからその同じ筋肉狙うにしても、はい、なんかこっちからはいらないんですよね。いらないんですね。いらないんです。だからこっちから欲しいなみたいな、あと際も欲しいなみたいな、はいはい、この辺欲しいんですよ。刺激が強いですね。俺は好きかもしれない。そういうの、ゆうちゃんもそういう感じあります。ゆう、はい、ちゃんのよりもさらに本野さんのは刺さりますね、はい、うん、すごい、はい、はい、で腰も、はい、まあ横からもやるし、うんうんうん、真後ろからもやるんですけども、うん、まあ、横からだと指太いのに、はい、全然ソフトじゃないですね、場所によって、うん、あの指のその先っちょでやったり、うんうん、腹でやったり使い分けてるんで、なるほど、あの例えば、うんうんうん、腰ですよね、腰の横なんかありますよね、うんうん、あ、若干、俺その皮膚の表面的な痛みが嫌なんで、うん、こういう場合はもう広めに、うん、あ、でもそれすごいいいですね、はい、はい、でそうすると、うんうん、なんかこう表面のツーンってくるような、はい、そういう邪魔な痛みがなくなるんですよね、うんうん、ないないない。でそれはすごい好きです。で逆になんかこういうとこだと、うんうんうん、結構面積狭くして指先で当てたいんで、うんうん、ガツンと、うわー痛い。まあでもこれ、はい、こっちで言ってもこんなもんです。ああ、はい、大丈夫です。で別にその、はい、この何でしょうね、当たる面積を小さくしてガツンといくっていうよりも、なんかしっかり捉えて抑え込むっていう感じなんで、はい、はい、でもちょっと分かるのは、はい、最初きつく感じるんですけど、はい、ちょっと癖になる感じありますよね。はい。なんかそのそういうことですよね。で別にこれ、うん、まあ強もみっては言ってますけども、うん、物理的にめちゃめちゃ強いんじゃなくて、うん、精度を上げてる、うんうんうん、で、うんうん、力のロスをなくしてるから、うんうんうん、意外と受けてる人が感じてるほど、うんうんうん、外力加わってないんですよね。ああ、はいはい。だから結構そのガツンと来てる割には、うんうん、揉み返しが来づらいんですよね。ああ、いいことじゃないですか。はい。でも結構こうこんな感じになっちゃうともう痛いですよね。痛いです。でも分散させてないってことですよね。だからこれは上手な人のテクニックなんですよね。で力もあんまり入れてないんで、体重乗せてないんで、あんまり腕の力ぐらいですよね。まあ腕自体もはいですもんね、重みありますからね。重みあるから私の腕とは全然比べ物にならないですよね、はい、こんな感じでやってもこんな感じでやってもピタッと入れれば聞いてくれるんで、はいはいはい、でもあのね、はい、あの嫌じゃないですね、はい、うん、痛いんだけど、だからその妹さんの気持ちが分かるというかすっきりする。でこういう今の、うん、こういうコリッとしたこのちょっと細めのところもこういうとこ狙いたいじゃないですか。でこういうとこなんですよね、うん、でこれ逃しちゃうとこれまたちょっと、あ、はいはいはい、これはこれでいいかもしれないけども、うん、確かにぼやけますね。でしっかりそういうとこ当てたいんですよ。うん、なるほど、はい、あれなんです、職人気
質というか、なんかこう狙ってる、うわ痛い。ビジョンがあるんですよね、はい、こういうふうにこれがいい、自分がやられたいことをやってるというか、そうです、そうです、うん、あ、でも確かに、あと他ではそう受けられない、そうそうやらないやり方ですし、はい、こんな感じですね、うん、聞きますね、気持ちいいです、はい、はい、なんていうんですかね、あの骨の間を、ね、狙うというか、もう本当に細いところ、ああまさになんかピンポイントで、はい、はい、響いてるなって感じですね、ああすごいですよね、このコリを小さいところもこう逃さず、あと押しながら微調整ですよね、はい、あ、だからすごい真剣にお仕事されてますよね、はい、ああ一押し一押しが適当じゃないんですよねこんな感じなんですよ、 ありがとうございます、あすごいですね、すごくあの分かりました、そう、はい、狙いだとか、はい、はい、や、これそのやってらっしゃる、うん、うん、確かに違う、他の一般の、はい、リラクゼーションでは絶対ないまとはこうすごいちっちゃいところを狙いたいんですよね、ちっちゃいちっちゃい、はい、でこの100点の的があったとしたら、はい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 、この意外とその90点、80点、70点ってなるんじゃなくて、100点の的の隣が0点だったりするんですよねあ、まあ、でも実際お客さんの体でも確かにもうさすがにちょっと違うと、はい、違うんだよなみたいなことがあるんで、確かにありますね、だからピタッと逃したくないんですよね、でそれで結局精度を上げてるっていうのは、はい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 、自分がそうなんですけども、はい、欲しいところが的があったら、ちょっとずれるともう別物なんで、そのちょっともずらしたくないんですよね、でそれでこう自分で一押し一押しやっぱりその やりながら調整して調整して調整してみたいな感じじゃないと面白くないんですよね、あこんな押され方はまあまあなかなかないですね、確かに強これが強いんですね、それでそうですね、私全然弱くやったんですよね、今はその薄めたバージョンですよね、あでこれでさらに捉えた挙句強く欲しいって人もいるんですよ、はいはいはい、でその場合はここからさらに押し込みます、あ、はい、いやもう私は十分でしたけど、はい、多分普通の方はもうこのぐらいで十分なんです十分十分、だからそういう場合にはこれ以上強くやったりとかもないですね、はい、で基本的にその筋肉の張りによって強さ決めるんで、うん、この指先の押した時のこの筋肉の跳ね返しってあるじゃないですか、うん、それによって大体このぐらいかなっていう強さを決めてるんで、うん、あんまりその柔らかい人に無理やり強くやることはないですね、うん、なるほどなるほど、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます